多分除染室だと思います。除染室。なんか変な感じがする。変な感じ？前にもここに閉じ込められたような気がするんだ。気のせいだろ。そうかな。このボタンは。カルロスさんも感じるんですか？ってことは、アカネも。アカネだけじゃない。俺もだ。何かとんでもなく重要なボタンだった気が。もしかして僕ら、記憶を失ってるんじゃないかな。バングルの薬のせいで？そんな。おい、時間を確かめてみろ。午前0時を回ってる。日付が変わった？日付だけじゃない、年もだ。今はもう2029年だよ。最悪の年明けだな。現在の死亡者をお知らせします。 C チーム、カルロス、アカネ、順平。 Q チーム、Q、ミラ、エリック。以上6名が死亡しました。よってこれより6つの X パスを公開します。シフト。シフト6、リング、エイジ、ハート、ラブ。ゼロのやつ。許さん、許さんぞ。そんな。ダイアナ、もう一度聞かせてくれ。除染室のボタン、本当にお前の意思で押したわけじゃないんだな。違います。ほんの一瞬ですけど、まるで誰かに体を乗っ取られてしまったかのようで。これまでに同じような経験をしたことは？じゃあどこかで頭を打ったとか？ないと思います。私が覚えてる範囲内では。ファイ、何が言いたいんだ？いや、もしかしたらエイリアンハンド症候群なんじゃないかと思ってな。エイリアンハンド症候群？
脳梁、右脳と左脳をつないでいる部分に異常があるとき、ごく稀に現れる症例だ。知ってると思うが、右脳の体は左半身の、左脳は右半身の機能を司っている。だからそれらをつないでいる連絡経路が損傷を受けると、体の左右がバラバラに動いてしまうことがあるんだよ。例えば右手でシャツを着ようとしながら左手で脱ごうとしてしまったり、熱したフライパンを掴んだ右手を無理やり左手で引き離そうとしたり、さらに驚くべきことに、自分の首を絞めようとする右手を左手でどうにか押さえつけたり、なんていう例も報告されている。ところで、今の話の中に一つ興味深い問題がある。一体人間の意識とは左右どちらの脳に存在するのかという問題だ。右手で自分の首を絞めながら左手でそれを離そうとしているとき、死にたくないと思っている自分は右脳の中に存在することになる。だが、もしかしたら左脳の中には死にたいと思っているもう一人の自分が隠れ潜んでいるのかもしれない。ここでその人物に尋ねてみよう。一体お前は生きたいのか死にたいのかと。もし彼の言語中枢が右脳にあるなら、きっと彼はこう答えるはずだ。もちろん僕は生きたいと思っている。では逆だったら、彼の言語中枢が左脳にあるなら、おそらく彼はこう答えるだろう。早く僕を殺してくれ。どちらが本当の自分なのかはわからない。いや、どちらも多分本当の自分なのだろう。ただ言葉という武器を持っている方が優位に立っているだけで。こんなことを考えたことはないか。もし自分の体が左右に引き裂かれたとしたら、次の瞬間、自分の意識は左右どちらの体に存在するのかって。な、ファイ。結局お前は何が言いたいのだ。エイリアンマウス症候群。私の口は自分の意思とは無関係に動いてしまうんだよ。お前、この状況でよくそんな冗談が言えるな。こんな状況だからこそなんだが。まあ確かに実感は湧かないがな。アナウンスやこんな活字で示されても。6人はまだ生きていると。希望は捨てずに置こう。無駄ですよ。あの6人は間違いなく死んだんです。なぜわかる？それは。わかりません。